ロコキッチンレディオ、皆さんこんにちは。今回はこだわり瓶のモンブラン3種紹介したいと思います。こちら手作りのマロンペーストになっております。マロンペースト今回買わずにですね、手作りするところがポイントですね。栗と牛乳、生クリーム、グラニュー糖、ラム酒を加えて炊いたものをこちら裏ごししてペーストにしております。このペーストね、冷凍保存することもできますし、生クリームと合わせてすぐにモンブランにもできます。本当に美味しいのでね、ぜひぜひ皆さんこれ作ってほしいなと思っております。今皆さんが見ているのは、私が毎月月末に発売しているこだわり瓶というお菓子の販売があるんですけども、そちらの制作工程を見てもらっております。今月のこだわり瓶はモンブランの詰め合わせなんですが、こちら下にですね、スポンジ生地、こちらのスポンジはね、アーモンドがたくさん入ったジョコンド生地と言います。その上にたっぷりの生クリーム、そして3種類のモンブランクリーム、1つ目がナルト金時、そして今絞っているのがかぼちゃのモンブラン、そして3つ目が和栗のモンブランになります。このモンブランの詰め合わせを購入された方のみレシピがついておりますので、レシピ知りたいよっていう方はですね、これをゲットしないとレシピというのは手に入りませんので、 YouTube で無料で教えることができないのはご了承ください。 YouTube では簡単なお菓子をね、シェアしているんですけども、こういうこだわったお菓子というのはね、例えば動画に出してもなかなかね、皆さん作ってくれなかったり手間だったりするので、こういったちょっとお菓子作りこじらせてますって人のためにこだわり瓶というのがあります。私も普段は自分が作りたいものってあんまり作れないんですよ。皆さんのリクエストをいただいて、それをレシピにすることが多いので、月に1回私が作りたいものを作るというのがこだわり瓶になっております。なので私と同じようにね、栗を買ってきて、それを茹でて、そしてペーストにして、自分で一からモンブラン作りたいっていうね、お菓子作りをこじらせてしまった人はぜひゲットして作ってみてください。さてさて、製造工程なんですけども、まずはですね、さつまいもやって、かぼちゃをやって、続いてマロンのクリーム、モンブランクリームになっております。最初はね、こうやってね、絞り方がね、雑でも大丈夫なんですよ。なぜかというと、モンブランって一番上の部分が綺麗だったらいいじゃないですか。下とかのクリームって上からのね、重さで潰れてしまうので、下はね、焼きそばみたいにね、ピロピロっとしちゃっても全然大丈夫なんですけども、なので今私すごい雑に絞ってます。ここはね、見える部分じゃないですからね。なので一番上だけちょっとね、意識して慎重に絞ってます。まさかね、私もマロンペーストを作る日が来るなんて思わなかったですね。渋皮煮を作ることは結構あったんですよ。で、あの甘露煮はあんまり甘いから好きじゃなかったんで、渋皮煮を作ってね、まあそれをさ、フィナンシェに入れたり、パウンドケーキに入れたりとかしてたんですけど、マロンペーストってね、ちょっと炊いたりするのめんどくさいなと思ってたんですけど、今回ねやってしまいましたね。ついにマロンペーストも手作りする時代になってしまいましたちょうどね、今栗が出始めて、安くてね、大きなのも出てるのでね、外れさえ引かなかったらね、マロンペーストね、いっぱい作れるのでね、本当にたくさんの人にゲットして作ってほしいなと思っております。このこだわり瓶はですね、前回ね、私あのレイディオでもお話ししたんですけども、すぐ売り切れるかもねみたいな話したら、本当にすぐに売り切れまして、ありがとうございます。発売してどれぐらいで売り切れたんだろう、7時から発売なんですよ。で、私携帯見てどれぐらい出たかなと思ってチェックしたのが9時過ぎぐらいにチェックした、もうなかったので、まあ 1,2 時間ぐらいで完売したという形になってます。で、予想はしてたんですね。というのも、あの忙しくて、はい、あんまりね、作る時間がなかったので、いつもより個数が少なかったので、もし売り切れても来週もう一回発売するよと、はい、皆さんにお知らせしていた通り、今週もたくさん作りますので、先週の日曜日買えなかった方は今週の日曜日にゲットしてみてください。こだわり瓶はですね、毎月ね、私がこうやってね、まあ
好きなものを作らせていただいてるんですけども、もうね私はね次をいろいろ考えてるんですよね。何がいいですかね考えてるって言いながら聞くっていうスタイルなんですけどね、どうしましょうかね。まあ私は今考えてるのはもうおせちとかクリスマスのことを考えてて、ちょうどね10月のこだわり便がまだね思い浮かんでないんですよ。皆さんリクエストありましたらぜひコメント欄にて教えてください。それより先にね私が考えていることといえばやっぱりクリスマス、そしてお正月、ちょっとバレンタインまではねまだ思考が追いついてないんですけども、お正月とかクリスマスってさ、私たちさお菓子作り好きな人にとってはさもう1年の集大成じゃないですか。わかります？なんかこうお披露目する場が多いじゃないですか。親戚が集まってくるとか家族で食べるとかそういう場がたくさんあるので、いざ12月のその時に作るんじゃなくて一回練習しておきたいなっていうのがあるんですよ。私はそうなんですけど、なんで11月のこだわり便はあえて12月のものではなくって、11月に私ねシュトーレンの2023バージョンを出したいなと思ってます。シュトーレンね、で食べてあ美味しいなと思ったらさみんな12月頭に作れるじゃないですか。なので11月のこだわり便は私決まってるんですよ。シュトーレン作りたいなっていうこと、そしておせち料理もできたら今年やってみたいなと思います。和菓子に挑戦したくて、なのでおせちも少し内容を考えております。クリスマスケーキは去年大好評だったアソートをまた2023年バージョンでお届けしたいなと思ってますよ。なので11月はクリスマスケーキ、みんながねほらこだわり便買ってくれる人がこう今年のクリスマスケーキ去年とちょっと違うのしたいなっていう人たちのためにシュトーレンの新しいバージョンとかクリスマスケーキの新しいバージョンっていうのを11月にこだわり便として出して、で12月はもう作るのがしんどい人用に購入のケーキっていうのをね本格的に作っていこうかなと思ってるんですよ。で今月をねどうしようかなと思ってるんです。10月なんでね、でもう栗はやっちゃったじゃないですか。これでねモンブラン3種やっちゃったからね、10月みんな何食べたいですか？まあ私はねほらやっと涼しくなってきたからパイとか食べたいなと思うんですよ。パイ、この前初村をポムをテキカリンゴで作るっていうこだわり便で出したんですけど、やっぱり評判良かったです。生徒さんに言われて嬉しかったのが、先生のパイはリベイク焼き直しをしなくても冷たくてもそのままでもパイが本当に美味しいって言ってくださって、あとミートパイもそうですね、お肉ももちろん美味しいけどパイが美味しいって言ってくださる方多いんですよ。だからね10月は私なんかパイスペシャルみたいな感じでいろんなパイを作りたいなと思ってるんですけど、皆さんどんなものを食べたいですか？本当にみんなのリクエストでねこだわり便ってね作ること多いんですよ。今回のモンブラン、これもね公式 LINE でみんな何食べたいって聞いたらね、もう本当に圧倒的にモンブランが多かったので、まあそれを聞いて私なりにアレンジしたというのが今回の結果になるので、皆さんも本当に恥ずかしがらずにコメントに欲望のまま食べたいものを書いていただけたら助かります。さて2023年も残すところあと数ヶ月ですよ。もう後半ですよ。暑いなと思ってたらさ急に寒くなってきてさ、もう10月入ってね秋が来て冬が来てもう年末で、ああ今年も1年終わったってなるじゃないですか。で私おせち料理したいってずっと言ってるんですけど、ちょっとこれのない話を今からさせてください。おせち料理といえばね和菓子が入るじゃないですか。でね私まあいろんなとこで言ってるんですけども、来年はねちょっと海外のイベントたくさん出たいなと思ってるんですよ。4年か5年前にフランスのジャパンエキスポ出て、まあそこからコロナになって行きづらくなったっていうのもあってしばらくね海外には行ってなかったんですけど、やっぱりこうね海外でも挑戦していきたいっていうことがあって、私まだ諦めてないんですよ。でねなった時にやっぱり洋菓子じゃなくて和菓子でアピールする方がウケるので、和菓子をこれからね極めたいなと思った時にどうしようっていろいろ考えてたんですよね。でその時にですね私
知り合いというか、まあ、お友達、取引先にはなるんですけども、和菓子屋さんの方がいらっしゃいまして、その和菓子屋さんの気さくなすっごいいいおっちゃんがいるんですけど、そのおっちゃんのところにこの前行ってきたんですよ。まあ、家族でね、そのまあお店の近くを通ったんで、私が電話して、今からお邪魔してもいいですかって、ご挨拶行ってもいいですかって電話して行ったんですよ。ね、すごい優しい人だからさ、子供がついてきたんですけど、厨房の方まで入れてくれて、今食べる、これできたよ、蒸したてって言っておまんじゅうくれたんですよ。まあ美味しくって、でね、これ包み方ってこうこうこうですかねって話してたら、あ、今から包むから見るみたいな感じでね、見せてくれることがあって、でそれで私手元とか取らせてもらったりとかしたんですけど、もうさ、和菓子職人と洋菓子職人って全然使うところが違うんですよ、手の筋肉だとか道具とか。でそれを見た時に一から勉強したいと思って、だから私のまだ計画ですよ、何日かそこのお店のとこに行かせてもらって、まあ、ちょっと修行させてもらえないかなと思ってて、実は和菓子の世界本当に私全然知らなくて、例えば皆さん常陽粉とか分かりますか？粉の種類だったらさ、なんか私たち知ってるのって薄力、中力、強力とか、そんな感じでしょ？じゃなくて和菓子の世界になると常陽粉だったりとかあるんですよ。もうそんなの分かんないじゃないですか。で、まあ言った山芋の粉とかもあるんですよ。山芋ってすって使うイメージですけどね、山芋の粉とかもあったりとか、あとはね、もう本当にベーキングじゃなくて重曹だったりとか、もう本当ね、全然違うんですよ。で、お菓子の砂糖の割合とか混ぜるタイミングとかも全く違う分野になってくるんですよね。で、それをやっぱね、自分でネットで調べて、私はまあ手先がね、不器用じゃないからできるんですけども、プロの現場でやっぱりプロから習った方が早いので、でしかもお友達でこの前行った時もね、これまた勉強させてほしいんですけど、お邪魔してもいいですかって言うと、あ、いつでもいいよみたいな、いつでも来てねみたいに言ってくれる本当に気さくな方なんで、ちょっと本気で行って勉強してこようかなと思うんですよ。ってなった時に、やっぱり勉強したらお披露目の場がいるじゃないですか。それをね、おせちにしたいなと思ったんですよ。で、おせちにもしたいし、さらにジャパンエキスポ出るってなった時にですね、まあ、今月か来月か再来月かぐらいに、来年度のジャパンエキスポの募集があるので、そこに申し込むためにちょっと和菓子のトレーニングいるなと思ってて、なので、まあ、洋菓子はたくさんやってきたから、今回は和菓子の部分をね、ちょっと強化していこうかなと思ってるんです。なので、これ皆さんに聞きたいんですよ。どんな和菓子やりたい？どんな和菓子？私はね、やっぱり練り切りがしたいんですよ。綺麗じゃないですか。で、やっぱ海外に行った時にもやっぱそういうのが受けると思うので、お抹茶と練り切りみたいなね。で、そこにもう少し私は洋菓子の雰囲気をプラスして、ちょっと華やかに、例えばそこにまあ、キャラメルで作ったなんかこうふわっとしたなんか綿菓子みたいなのがあるんですけど、それを添えて雲みたいに作ってみたいなとか、なんかね、まあ、言ったら洋菓子のこうエッセンスを少しプラスして、例えばバーナーで炙ってとか、そういうのって和菓子の世界にあんまりないから、ちょっとそういうのでカルチャーを融合させていきたいなっていうので、改めてちょっと日本人らしい和菓子っていうのを勉強したいなって思ってるんですよ。皆さんどう？多分ね、私の視聴者の皆さんね、年齢層高いので、はい、私の視聴者の方ほとんどが50代ぐらいですね。はい、一番多いのが50代で、その次に多いのが60代とかかな。はい、で40代ぐらいがいてみたいな形なので、和菓子大賛成だと思うんですけど、いかがですか？もし私勉強してきたらさ、皆さん見てくれます？買ってくれます？それをね、ちょっとね、心配だったのだから、ちょっと聞いてみようと思って、はい、今回ねちょっと初めて話しました。それをやってさ、おせち料理にね、可愛い練り切りがポンポンって入ってて、他にもね、まあ私は洋菓子とか洋食得意なんで、サーモンのパイが入ってたり、キッシュが入ってたりする、ちょっと和洋折衷でもこだわったおせちがあったらいいなって思ったんです。どうですか？賛成？なんか普通のおせちって結構当たり外れがあるからね。結構このクリスマスとかお正月シーズンって何でも高いじゃないですか。で、高いのに作った方が美味しかったなみたいなやつって多いじゃないですか。だからね、本当に美味しいのを自分で作りたいんですよ。
まあ私ただの欲望なんですけど、でもその欲望のなんて言うんでしょう、せっかくねこう突き詰めて作品にしたものを理解してくれる人がいたら頑張れるじゃないですか。だからね、あのちょっとおせち料理やりたいなと思ってるんですよ。まあ普通のおせちだったら数の子とかイクラとかエビとか入ってるけど、まあそれだとねつまんないので、あの私が一からねコツコツと作ったねミートローフのパイだったりとか、あのブルーチーズのキッシュとかサーモンクリームパイとかね、そんなのもありつつ練り切りが何種か入ってたりとか、中にはですねあの栗きんとんみたいなとか黒豆炊いたやつのお餅が入ってたりとか、もうそういうなんかねあのこだわりすぎたおせちっていうのをね作りたいんですどうですか、面白くない？でそのためにレシピも多分作るだろうし、もちろんねあのこだわり瓶の最終形態として、まあ、年末に発売するってなるとレシピもたくさんあるからさ、いろんなのも勉強できるしいいなと思ってるんです。はい、ということをお話しさせていただきました。まあそんな感じでね、私もいろいろ考えているんですけども、やっぱり自分が良くてもみんながいいって思わないと作品にはならないので、皆さんの意見本当にたくさんお聞かせください。まずは10月のこだわり便、このモンブランの次ですね、何食べたいっていうのと、おせちどうっていうのと、和菓子好きっていう話、はい、よかったらコメントに感想ください。では今日のロックキッチンレディオは以上になります。明日はですね、生配信でお届けしますので12時にお待ちください。ではでは、また明日、今週1週間も頑張りましょう。バイバーイ。